ラストラストラストありがとう。はい。今日もやったね。やった。お疲れ様でした。会長、モンスター田島さんが6連勝したらしいんですけども、コメントお願いします。アメリカのヒルクライムでね。そうですね。それはあのね、本当すごいことなんですよ。これは。改めまして田島会長、6連覇おめでとうございます。ヒルクライムってね、もう山を駆け上がるんですけどね、これもう200キロ以上のスピードでね、もうF1 もものすごい危険な自動車レースだけど、それをしのぐね、ものすごい危険なハードなレースなんですね。自分も若い頃ヒルクライムやったことありますけど、この世界的なね、そのヒルクライム場で、世界一を6年連続で達成するっていうことは、これはありえないことですね。もうこれを超えることは今後いないんじゃないですか、誰も。まずね、モンスター田島って世界では言われてますけどね、それを超えて自分はね、ゴッド田島ですね。ゴッドですね。もう神の領域に入ってると思います。改めて本当にすごいことをやられましたですね。おめでとうございます。で、今自分たちは、6月25日にね、フランスのパリのエッフェル塔をスタートしまして、毎日43キロから今日は45キロ走ることができましたけど、上海そして東京まで目指して走っていきます。あと1年ぐらいかかりますかね。早ければ来年の7月末ぐらいには、東京にゴールできるかと思いますけどね。でもこれからあれですね、田島会長、田島さんも自分もね、もう60、70の年代ですけど、自分は、今年の10月で71歳を迎えますけどね、まだまだ60、70は青春真っ只中ですね。お互いに頑張りましょう。自分も日本目指して、また明日からまた走っていきます。おめでとうございます。はい、モンスター田島おめでとう。